こんばんばは和也です毎年この時期になると恒例ですけれども UCAN の新語・流行語大賞、まあ、この、えー、トップというか大賞が発表される時期なんですよね。選考委員の偏りから毎年、まあ、謎の政治ワードをこうねじ込んでくるわけですけど今年はね割とお気に入ったなという印象です。ノミネートが30ワードあってその中から選ばれた年間大賞は「リアル二刀流」「ショータイムになっています。 まあ今年はね大谷翔平選手の1年といっても過言ではないですからねぶっ飛んだ成績で、まあ、メジャーの MVP も取りましたしさまざ、あ、まな賞を受賞してそこにさらに一つ加わった形です他にもトップ10には「うっせえわ」「親ガチャ」「ゴン攻め」えー「ビッタビタ」えー「ジェンダー平等」「人流」「スギムライジング」「Z 世代」「ぼったくり男爵」「黙食」などが入っていますね、まあ、親ガチャとかは わかりますよ。うっせーはもう入っててもわかりますよね。まあ、僕も聞いたんですけど、まあ、インパクトありますよね。というかあの声すごいなと思います。残念ながらトップ10入りを逃した候補としては、ととのうとか13歳真夏の大冒険なんかもあるんですよ。 これなんてトップ10入っててもおかしくないなと思いますけどね。今結構サウナブーム来てるじゃないですか。まあ、YouTube にもそういうチャンネルあったりしますし、まあ、雑誌の特集なんかでもサウナ特集が結構組まれていたりします。ですからまあそのワードである「整う」っていうのは、まあ、入っててもおかしくないなと。東京五輪の実況で話題になった「13歳真夏の大冒険も」も、まあ、これなかなか象徴的なワードだったんじゃないかなと思うんですけれども。 何なんでですかかねこ選考委員の都合でしょうかそういうのが落選しつつジェンダー平等とかはやっぱねねじ込んできた感ありますよ、ね、確かにそれ重要な話なんですよ。まあ、大事な問題だと思うんですけれどもこの流「新語・流行語大賞のトップ10です」って言われてもいまいちピンときてない人の方が多いんじゃないでしょうか。他にも「ぼったくり男爵」とかね、まあ、確かにそのバッハ会長についてそういう呼び方。 ありましたけれれれどもこれ反東京五輪の思惑が見え隠すするんですよ結構だからね五輪やめろみたいな勢力いましたけれどもだからそういう勢力はその東京五輪だけじゃなくてもうすぐ行われる北京五輪に何で反対しないんでしょうねだってまだコロナだって収束していないですしさらに中国って人権問題とかもあるじゃないですかいや不思議ですよねですから審査員がちょっとこう反五輪寄りで。 だから13歳真夏の大冒険を入れず、まあ、ゴン攻め入れてるからいいだろうみたいな感覚なのかもしれない別の流行語選考もありますよね2018年にスタートした「ネット流行語100」では「馬娘」関連が多数入っていたり、まあ、アニメもヒットしました「呪術回戦」とかね こちらの100ってのは、まあアニメとかゲームの話題が中心で、その馬娘関連めちゃくちゃノミネートされてるんですよね。U キャンの方でも馬娘ってノミネートされていたんですよ。この30ワードの中に。ただトップ10には入れなかったんですけど、これもなんかね、意図を感じてしまいますよね。だってあれ馬娘相当な経済効果生み出したでしょう。 まあ、あれで破産するって人も中にはいるのかもしれないですけどもまあ、結構効果はあったんじゃないでしょうか？このユーキャンの新語流行語大賞というのはまあ、毎年毎年ね。こう疑義がある。まあ、ランキングというかものではあるんですけどもまあ、冒頭言ったようにですね。今年はまあ比較的沖に来たのかなと？とまあ、そんな感じでしたね。ま、あ、それはそれでね。ちょっとこう。<laughs> なんていうか寂しいというか。 ちょ,ちょっとなんかさ本当か寂ししい感じしますよね来年はどんな新語・流行語が生まれるのか、まあ、楽しみではありますけれどもここ2年間というのはコロナに翻弄され続けて、まあ、社会が停滞していたというか暗いものだったので、まあ、なんとかねこう明るい言葉がこう上位にねこういっぱい入ってくるといいなということですよね。ということで今日は以上です。最後に癒ししのポコちゃんをご覧くださいよいしょあかいよょあ <laughs> クリーンボークちゃんボークちゃんほらカメラ向いて全然見てくれない もう。もう <laughs> なかなかカメラの方向いてくれないねボコちゃん出演拒否かな